とは言っても、ナウナウパニックのリニューアル版なんですよね。あ、リニューアルって言っても、そんじゃそこらのリニューアルじゃないでしょ。内容もボリュームも大幅にスケールアップしたんだから。どんな風にすごくなったんですか。一つのステージをクリアするまでに苦労が多くなってます。それっていいことですか。うん、ちょっとそういう言い方は誤解を招くでしょ。そうじゃなくて、それぞれのステージをクリアするまでに最低でも6回挑戦しなくちゃいけないの。最初に挑戦した時は20回まで、2回目には30回まで、次は40回までというように潜るたびにレベルが上がる作りになっているのよ。もちろん下へ降りるごとに少しずつ難易度も上がっていくので、手応えのあるゲームになっています。おっと、このゲームの魅力はそれだけじゃないのよ。今回は面白いステージがいっぱい収録されているの。ちょっと心配です。なんの浮気なこと言ってんの。あ、それと今回はもう一つ大きな特徴があるのよ。なんとお友達と一緒に対戦ゲームが楽しめちゃいます。私たちそれぞれに特徴があるから、一番自分に合ったキャラクターで遊んでくださいね。私今日はジャンプがちょっと苦手だけど、移動スピードが速いの。それって体重が重いってことでは。おだまり。私ナギトは移動スピードもジャンプ力も平均的なスタンダードタイプです。特に得意なことはないってことね。うん、私フーコは移動スピードは遅いですが、ジャンプ力は優秀です。ふーちゃんぼーっとしてるから、風にさらわれないように注意してね。そんなわけで、とにかく個性豊かな私たち3人をよろしくね。たーっぷり遊んでほしいな。あまり長時間プレイすると目にも頭にも良くないと思いますから、ほどほどに。ふーちゃん、ということで、ナギタでパニックは近日発売いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。